皆さんおはこんばんにちは、ヒトポンです。あいだよ、ついに来たね安全チーム。長い道のりだった。正直安全チーム1体目の血の風呂だけど、この実況中に見てたかすら覚えてないからね。まあテスの割には厄介な能力持ちよね。性格が悪ければ即死だしね。とりあえず事故らないように合理主義者と楽観主義者は安全チームには入れないでおかなきゃ。今は来たばっかりだから意識するけどそのうちうっかり。なんてこともありえるしな。まあさすがに初日だし失敗しないよね。さて、安全チーム初日から即死持ちの厄介な奴が来たが、次の日はどうなるかね。もう日にちも2桁いってるしね、なかなか厄介なのが来るかも。観測してないヤバいアブノーマルじゃなければ割となんとかなりそうだけどね。というわけで来たのは、鳥です。普通にヤバいの来たな。おい、安全チームって名称なのに即死系アブノーマル多すぎない？まあでも管理自体は楽な感じよね。審判鳥も兵で管理中のダメージ自体はそんなだし。まあ確かに。ただ問題点を挙げるとすれば、審判鳥の好みである更新作業ができる職員が安全チームにいないってことだね。栄養作業ができる職員がいるからまあ大丈夫だとは思うけど。一人も作業ができないってことあるかね。結構偏っちゃったか。とりあえず強い職員から次の部署に行ってもらってるからね。余裕ができたら更新作業ができる職員を配置したい。ま、更新作業ができないと死ぬわけじゃないし大丈夫じゃない？大丈夫でした。さて、安全チーム3日目。今まで即死、即死と続いているが。あ、余裕。とりあえず栄養作業やるだけでいいから楽ねー。即死もないしな。さて、ここで来るアブノーマルによって安全チームを突破できるかどうかが決まるわね。そして来るのは憎しみの女王、ワウです。アイコンだけ見ると可愛く見えるんだけどね。ちなみに私は初めて見るけど即死持ち。いや、うまく管理できれば割と有用なアブノーマルだったわず。好みの作業は栄養と清掃と暴力なのね。うん、とりあえず管理する前にもう一回好みの作業を見てみて、もしかしたら変わってるかもしれん。本当だ、更新作業と娯楽作業が高くなってるわね。憎しみの女王の特徴は気分値によって好みの作業が変わることかな。しっかりと高い気分を維持していきたいね。つまり最初に見えてたのは気分値が悪くなった時の好みの作業ってことなのかしら。おそらくね、そこまでは俺も知らないから。通常だと更新と娯楽が高いのに気分値が悪くなると更新と娯楽が一番悪い作業になってるの怖いわね。タイミング間違えるととんでもないことになりそう。でもまあ観測レベルも高いし特に問題はなかったわね。やはり観測レベルのボーナスが大きいのかもね。いろいろ恩恵あるし。うん、この調子なら安全チームも突破できそう。まあもう一日もアブノーマル自体は変わってないから特に何も起こらないで突破できたよ。これで教育チームに行くことになるけど、教育チーム行くのってこれが初だっけ？マジで何も覚えてないじゃん。というわけで今回はここまで、次回は教育チームからだよ。そういえば教育チーム突破したら次はどこに行くの？教育チームの次は中層、さらに下の部門が解放されるよ。中層。
ねえ、ま、実際に見てみたいし頑張って教育チーム突破しますか。それでは。バイバイ。